では細かい場所をちょっと指で見ることができますよ。よいしょ。なんか血が巡っていってる気がします。わかりますよね。痛気持ちいいぐらいだね、はい、左の方は硬かった、やっぱり。あーでも痛い、あー痛い、あーあーここだ、うん、よいしょ、よいしょ、みんな、よいしょ、気持ちよくなってきたね、はい、では、こちら側を上でにして横向きで上げてください。はい、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてて、ここをね、はい、しっかり緩めてあげるとね、かなり全体的に緩んでくれます。私がわざわざ説明するってことはかなり大事なことだから頑張ってね。おお、ああ、あー痛い痛い、あー痛い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 、もしね、自分でストレッチとかするかだったら、ここにテニスボールとか置いて、はい、その上に乗っかってあげて。ああ、なるほど。ここを緩めてあげると背中もしっかり緩んでくれるからね。はい、ここに反対側に行きましょうか。反対、反対。よし、ここまで、ここまで。ああ、痛い。痛い。こそばだった。ごめんね。足開きます、ここね。あ、痛い。ああ、全然大丈夫だね。あ、でも故障。故障はい、はい、始まります。始まりますね。あ、痛いです。
ね、ちょっと入れ替えますね。ブレーコと。あそこは疲れるんですよ。いいですよね。痛いですね。お仕事はパソコンとかずっと触ってる感じ？はい、パソコンです。ずっとパソコンです。ずっとパソコン。あ、痛い。あ、それ痛い。ではちょっと脇を押さえていきますね。ここ。お、痛い。よいしょ。マシに思えてきました。マシに思えてきたよね。背中触ると、ほら、めちゃくちゃ柔らかくなってるのが分かるよね。はい、ということは、まあ、足の疲れが背中に来てたよってことなんですね。はい、この辺も全然柔らかい。でもまだちょっと押さえて硬い場所があるから、そこをね、ちょっとしっかり緩めていくね。はい。